はいみなさんこんにちは弁理士の木目なめです今回は当業者の意味が二種類あるということについてお話しますはじめに申し上げておきますと今回の話は特許庁の審査基準において当業者という言葉がどのように解釈されているのかというお話です皆さんは当業者 という言葉を聞いて、どういう人を想像しますか投業者という言葉は特許の実務で頻繁に使用されています。しかし、特許法には投業者という言葉は存在しません。特許法では別の言葉でもって投業者を表現しています。別の言葉で表現しているというか、実際は逆で、 特許法で表現されているある言葉を我々は実務上「当業者」と表現していますその特許法上の言葉が何かと言いますとその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものですうん皆さんもこの言葉は見たことがあるかもしれませんね見たことがあるという人は この言葉が特許法のどこに登場するのか。覚えていますか。この言葉が登場する部分は。二箇所あります。その二箇所とは。どこでしょうか。答えを言いますと。二十九条二項と。 36条4項1号です条文を示しますと、こうなります。29条2項です29条2項といえば、発明の進歩性に関する条文です。そしてもう一箇所、36条4項1号です。 36条条項1号といえば、明細書の記載に関すする条文です特許法にはこのようにその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものという言葉があります。まあ、ただこの言葉の意味についてはこれ以上の説明は条文にはありません。 同業者の意味については、特許庁の審査基準に説明があります。さっき、特許法の二十九条二項と三十六条四項一号の条文を示しましたけれども。その二箇所、それぞれにおける同業者の意味について、審査基準には説明があります。進歩性の場面における同業者の意味については、審査基準の第三部、第二章、第二節に説明があります。 それから36条4項1号を含む記載要件の場面における投業者の意味については審査基準の第2部第1章第1節に説明がありますここで留意すべきことがありますそれは審査基準で説明されている投業者の意味が進歩性の場面と記載要件の場面とで 異なっているということです異なっているんですよびっくりしませんか特許法の条文ではその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものという同じ言葉が使われていますしかし特許庁の見解としてはその同じ言葉であっても条文が違えば意味が異なるものとされています 今回はこれを説明します特許庁の見解である審査基準では「当業者」の意味が2種類ありますさてでは初めに発明の進歩性を判断する場面での「当業者」の意味を説明します皆さんはこの「当業者」の意味を説明できますかいや 説明できますかというよりも正確に言うと特許庁が「当業者」という言葉をどういう意味に捉えているのか想像がつきますか、まあ、これは単に審査基準の記載を知っているかどうかの問題ですのでもう答えを画面に出します。この4つです。す読みますと、1 請求項にかかる発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。2. 研究開発のための通常の技術的手段を用いることができること。3. 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。4. 請求項にかかる発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができ、 発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができることですこの四つのすべてを備えたものとして想定した人間を投業者と言いますそれから赤い文字で示したように投業者は個人よりも複数の技術分野からの専門家からなるチームとして考えた方が適切な場合もあるとされています これはかなりレベルが高い人間が想定されていますよね。うん、発明の進歩性を判断する場面での同業者は、この四つ全部を備えた人間が想定されています。では次に、記載要件を判断する場面での同業者の意味を説明します。説明しますっていうか、審査基準に書いてある通りなんですけども、 こうなっています。さっきの四つの項目のうち。二番目と三番目を備えたものとして想定した人間を。当業者と言います。うん。このように。審査基準での当業者の意味は。二種類あります。互いに全く意味が異なるもの。というものではなくて。 レベルの差を設けたものとしています。どっちのレベルが高いか低いかということはわかりますよね。うん。まあこれで今回の当業者という言葉の意味の説明としては終わりなんですけども、この説明を聞いた皆さんはある疑問を感じているかもしれませんね。 どうですか「奉業者」という言葉の意味は2種類あるという説明を聞いて何か感じることはありませんか皆さんがどういう疑問を感じているのかを 私が想像しますとこういうものです。んそれでだから何というこういうものですよね。審査基準上、投業者の意味が2種類あるからといってそれが何だというのでしょうか。 まさに「それで?」とか「だから何?」という疑問が湧いてきますよね疑問に思うことは自由ですけどもここで建設的な視点を述べるとするならこういうことになりますこの2種類の意味の違いは出願人にとって どういうい利用価値があるのかあるいは仮にこれらの意味が一致していたとしたら何か困ることがあるのかこういう視点ですよね。皆さんはこの疑問に答えることができますかぜひ考えてみてください。 この疑問に皆さんが自分なりの回答を与えることが、この動画を見て皆さんが成長した証になると思います。はい、今回の説明は以上です。ではまた別の動画でお会いしましょう。